はい、こんばんは、メイヤです。まあ、今回はですね、まあ、ちょっといつもと格好が違う、ちょっとホラーティックな、なんか感じになってるんですけど、まあ、これがですね、まあ、こういうオンラインゲームのいいところで、まあ、見た目がですね、まあ、服装なんかを自由に変えれるっていう、いいところがあるんですよ。まあ、それで今日は、まあ、ちょっと怖い感じの動画にしようかなって思ったんでですね、こんな感じで衣装を変えてみました。ですね、まあ、今現在もう終了間近ってことで、過去に出てたそのエリアっていうのがですね、もうほとんど全部出てる感じなんですよ。それで、まあ、夏場限定だったですね、まあ、階段エリアみたいなのがあって、まあ、それが今出てるんで、ちょっと行ってみようかなと思ってます。それでは、行ってみましょう。ここはですね、いわくつきの廃病院なんですよ。早速、中の方に入ってみましょう。受付の方がいますね。この方もなんか顔色的に生きてる人間ではないような、そんな感じがします。それではこの病棟の方に入ってみましょう。何かがいかにも出そうな、なんかそんな感じですね。あとですね、まあ、ちょっとこれは個人的に怖いんですけど、ちょっと BGM が入ってるんですよ。このエリアに。それでですね、本来なら動画をカットしたりしたいとこなんですけど、カットしてしまうとその BGM がずれてしまうんですよね。それで、ちょっと動画のカットができないっていう、もう一発撮りみたいな感じなんで、まあ、話してる方も緊張して話してる感じですね。受付ですね。まあ、ここに何か出そうですね。行ってみましょう。お、何かいるのか。おお、名前を呼ばれる。名前を呼ばれる。怖い怖い。名前を呼ばれてしまいましたね。さあ。ああ、ガラスを踏む音がリアル。何かある。おー、貞子、うわー、あー、あっけなく捕まっちゃいましたね。まあ、結構速いですね、足が。こちらより速いんじゃないかなっていうスピードで来ましたね。で、まあ、このなんか注射器みたいのを集めていったらいいらしいんですよ。ではこんな中に入ってたりとかですね、するんですよ。おー、3つ取りましたね。あ、なんかいますね。まあ、隠れながら行けるみたいなんですけど、まあ、ここに箱があるんでですね、まあ、箱に入ると隠れられるみたいなんですけど、もう箱に入るとかいう以前の問題ですよね。箱をクリックする前にもう近くにいたらこのスピードで襲われてしまったらどうしようもないっていう、まあ、そんな感じですよ。でもまあ逆に言うならもうこれ多分体力とかがないんでですね、まあ、何度やられても大丈夫みたいな、なんかそんな感じですよね。あ、ここ入れましたね。まあ、これでやり過ごせるっていう、まあ、そんな感じですね。よし、行ってみましょう。おい、ゴミくずぐらいまたげよ。うーん、怖い怖い。あー、もういたらもうアウトですね。もうもうこの道の幅じゃ多分かわせないですよ、こんなの。あー、捕まっちゃいましたね。もう捕まってもですね、ほんと体力ないんでですね、もうどん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 先に進んでしまおうっていう、まあ、そんな感じですよ。なんだここは。まあって言ってやってるんですけど、まあ、ここも本当はですね、もうこのエリアが出た時にも相当やり込んでるんですよ。だからもう大体どこに何があると、まあ、大体どこにそのワクチンが落ちてるとかいうのがですね、分かってやってるんですけどね。まあ、でも本当にやるのは本当1年ぶりぐらいかな。まあ、このエリアが出たのが2年とか
2年前とかだったような気が、2年前とか3年前だったような気がするんでですね。いや、もっと前だったかな。まあ、そんな感じですよ。でですね、まあ、ここちょっと、あれなんですけど、ここ行き止まりですね、多分。うん、行き止まりでしたね。もう、体当たりで行きますよ。どうせ捕まるんだ。そしてすぐに復活するからですね。外れもう敵の復活も早いっていう、もう2回同じやつに捕まったらもうちょっとやってられない感じですね。さあ行ってみましょう。もう少し足が速くても良さそうですけどね。実際自分だったらもしこんなところに行った場合はですね、もう走り抜けますけどね。あの、相手よりも速いスピードで走る自信がありますね。もうどうしようもないですよね。こういう風に。もうこうなってしまったらおしまいですよね。もう目の前、あそこまで近づかれたら。もう、手をすれば、まあ、いいとこですけどね。やっぱりびっくりするのが優先なんですかね。もう何回、なんか市長さんみたいなのが、市長さんがちょっと、しがみついてきましたね。怖いな。まあ、そしてですね。ああ、思ったところと違う。いっぱいいる。ああ、こっちにも市長さんが。実際はですね、あんまり、その、心霊スポットとかに行ってもですね、怖いとか思わないんですけどね。まあ、こういうゲームだったらですね、なんかちょっと、そんなに怖いとは思わないですけど、なんか声が出てしまいますね。あ、いけるか？よし、後ろだ！気づかれてないぞ！あー！まあ、すぐに気絶するけど、すぐに立ち直るっていうところがですね。まあ、ちょっと、あれ、なんで倒れたんだろうって思いますけどね。あー、名前呼ばれる。名前、あ、早く箱に入ろう。よしよし。箱に入るとですね、まあ、こんな感じで。で、ここも出口かな？あ、出口っぽいかな？これ出口なのか？ああ、出口でした。これでですね、まあ、とりあえず、半分終了ですね。まあ、せっかくなんでもう一個行ってみましょうか。まだ6分ぐらいしか経ってないんで。よし、入ります。第二病棟。確かここはですね、もう、敵に当たりながら突き進むみたいな、そんな病棟ですよ。もうこの位置にもういきなりいますからね。あ、でもここはちょっとかわせるかな。障害物を使うと。もうどこ行ってんだよ。ああ。思ったように動いてくれないとちょっとですね。まあこういうゲーム、なんか嫌ですけどね。ちょっとイライラしちゃいますね。確かここの椅子。あ、女の子いますね。この女の子確か最初出てきた時は普通の人なんですよね。で、一回このゲームをクリアすると、ゾンビになって再登場するみたいな。なんかそんな感じだったと思います。あ、名前を呼んでくれるの？ちょっと。ワクチンなんかを取りながら行ったらですね、まあ結構時間かかるんですけど、まあとりあえず自分今回はですね、もうこういう動画の撮影なんで、もうほとんどワクチンを無視して行ってるんですよね。おー！で、まあ、最初見たときもそんなに驚かなかったんですけどね。まあ、そういう、ちょっと驚かしに来てるような気はするんですけど、まあ、それほど、なんか、怖いっていうあれはないんですよね。まあ、このアメーバピグのキャラクター自体がですね、なんかちょっと可愛い感じなんでですね、そんなになんかやっぱり怖くないっていうのがあると思うんですよ。もう少しリアルなキャラクターだったらですね、まあ怖い感じも出るのかもしれませんけど、やっぱり全体的に可愛いっていうのが、まあ、あるんで。確かですね、ここにちょっと面白いのがあって、なんだったかな、どうすんだっけ。
ここでですね、写真を撮るんですよ。写真を撮りたいんですけど、まあ、ちょっとアップにしましょうか。で、これで写真を撮るとですね、この絵から貞子的なものが出てくるっていう、まあ、こういうちょっと面白い要素みたいなのもあったですね。だからこういうのでこの部屋の中でいろいろ写真とか撮って遊ぶっていうのもちょっと隠し要素としては楽しかったのを覚えてますね。でももう大体最初の頃にもうやってもう一通りやり尽くした感はあるんで、さすがに最近はもうやろうとは思わないですね。今さっきちょっと来てみましたけど、やってる人0人だったですからね。ここで本当はですね、まあ、これ何人も一緒に入ることができるんですよ。それでですね、もうその4人とか5人とかで来ると、その誰かを盾にしてその後好きに突き進むみたいなやり方ができるんですよ。今一人でやってるからもう一方的に襲われますけど、だいたい名前を呼ばれた人を襲ってくるんでですね、もう名前を呼ばれなかったらもう無視して突っ込んでいってもいいっていう、なんかそんなゲームだったと思いますよ。さあ、ちょっと階段を登ってみましょう。ここいっぱいいるんだよな。当たっていくよ。お、かわしました。奇跡的にかわしましたね。そしてもうそろそろ終わりかな。ここはどこかな。ああ、待合ロビーみたいなところ。こっちから回った方がいいかな。電話が鳴ってる、電話が鳴ってる。後ろ早い、後ろ早い。ああ、追いつかれるよ。よしよし、角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 に。よし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 、怖かった。で、まあ、エレベーターがあるんですよ。このエレベーターがですね、もういかにもこの鏡とか、うおー、上から、もういかにもなんかありそうな鏡なんですよね。で、ここもですね、確か鏡で写真を撮ると、まあ、誰かできる、まあ、そんなことですね。さあ、ちょっと一応、ワクチン。うん、まあ一応ですね、自分がゲーム配信者じゃないんでですね、まああれなんですけど、まあゲームの配信してる人ってこんな気持ちなんだなってちょっと思いましたね。まあ一応そのゲームの面白さみたいのを伝えるような配信を、まあ、みんなしてるんでしょうけど、まあこのゲームが面白いかって言ったら面白くはないですね。もうただ突き進むっていう、まあそんなゲームですよ。ワクチンを取りながら突き進むだけのゲームですね。ただですね、この、ワクチン、まあ、ワクチンはあんまりいらないんですけど、結局、まあ、このワクチンが何になるかっていう話ですよね。このワクチン集めてどうなるのって思ってるのかもしれませんけど、まあ、ちょっと後でわかりますね。ああ、ワクチン。あ、この手術エリアはちょっと難しかった気がするんですよ。もう突き進まないと、まずヒットするぐらい敵が来ますね。突き進みますけどね。っていうか、この手術室がですね、まあ、こんなに大量にベッドがあるわけないだろうっていうような手術室ですけどね。なんか、でもマネキンとか、まあ、こんな手術室はないだろうっていうぐらいなんか、広いんですよ。広い手術室になってます。僕も、なんかその、もう、いっぱいいるんですよ。ああ、近くを抜けれたはず。よし。よしよし、行け。ああ、手術室終わった。さあ、これでもう確か終わりだったような、どっちかな。あ、もう出口っぽいです。最後に2体ぐらい出てくるのかな。あと1個欲しいな。あー、もうこれ最悪。あー、今のはちょっと助からないパターンですね。
これで終わりか。ああ、出口に到着です。本日のワクチン、これ9本だったけど、前取ってたのが少し残ってたのかな。15個ありますね。そしてこれで終了ですね。まあ、ここにですね、人がいるんですけど、この人がですね、なんかここにですね、まあ、人がちょっと見えてると思うんですけど、この人がなんか振り向くらしいんですよ。でもものすごい確率でしか振り向かないっていう、なんかちょっとレアなキャラクターみたいです、この人。で、一応ですね、まあ、こう寄っていって、まあ、ここで、まあ、こう入って、まあ、こんな感じで。記念撮影みたいなことをするんですかね。これにしましょうか。まあ、日記には投稿しませんけどね。それで、まあ、脱出成功と。で、最初のチケット売り場に戻ってくる。で、このワクチン交換っていうのがあって、まあ、ここに来ることによって、あれ、これクリックしたの？ここにさっき取ったワクチンを入れると、ここで、飴に交換してもらえるっていうんですね。まあ、飴っていうのはですね、まあ、このゲームの中の、まあ、その、通貨みたいな感じですかね。まあ、実際ですね、課金っていうのは、ま、コインっていうものになるんですけど、この飴っていうのはですね、まあ、ゲームの中で手に入れれる、まあ、通貨的なものです。いろんなものと交換できるっていう。昔はこの、もう最初ゲーム始めた時はこの飴を集めるのに必死だったですね。けど、もう今現在はですね、どこらあるのかな、今現在1万5000ぐらい飴を持ってますね。昔は確か2000の飴を集めるのに一苦労した覚えがあるんですよ。もう1万5000ぐらいも余っちゃってますね。というわけでですね、まあ、今回、まあ、この、こういった、感染病棟、感染肺病棟ですかね。ってところから、まあ、動画を、まあ、撮影してみました。感染肺病棟、忍び寄る暗闇からの脱出っていう、まあ、感じでしたね。というわけで、まあ、ちょっと今回はですね、本当、ゲーム配信みたいな感じでちょっとやってみたかったんでですね、まあ、こういった動画にしてみました。それではまた。エビカニ。